チャウトゥティはいりません。ボンジュールでお願いします。ボンジュールトゥティは分かんないな。ボンジュールボンジュール。あー長友さん、今回のオフはどうでしたか？いやすごく、まあ、家族ともゆっくりできたし充実してたね。まあトレーニングもしながら家族との時間もゆっくりできて充実してました。この映像はおそらく移籍が報道された後に出てくる映像ですけども、うん、所属のチームは決まりましたか？まあね、まだそのメディカルチェックとサインするまでは、まあ、どうなるか分かんないからあれなんだけど、まあね、あのフランスのマルセイユからオファーをいただいてで、まあ、あと2日後、3日後ぐらいかにあの出発するっていう感じですね。今長友選手が抱くフランスという国のイメージ3つぐらいください。3つ。いやイメージ、やっぱおしゃれな感じやな。やっぱパリ、フランスといえばパリで、おしゃれな感じのイメージもあるし、あとはまあ食事が美味しい。フランス料理食事が美味しかったりとかかな。でやっぱりまあその国というか、そのワールドカップでまず一番ね、2018年のロシアワールドカップで優勝してる世界ナンバーワンの国なんで、そういった意味ではまあまあ優勝したのが1回だけじゃないけど、なんかこうすごいフランスっておしゃれでもあり、サッカーも強くてサッカー大国でみたいな、すごくいいイメージがあるね。あとなんだな、もう俺もこれまでチームメイトにね、フランス人がいたりとか、フランス語ね、喋ってる選手がたくさんいたんだけど、フランス語はめちゃくちゃ難しいと思う。まあ、僕もねイタリアとかにいて、まあ、スペイン語をねちょっと勉強してたりとか、スペイン語とイタリア語結構似てるなと思うんだけど、またフランス語ってなんか発音とか独特なんだよね、聞いてると。なんでねちょっと勉強しないとなっていう感じですよ。今フランス語で喋れる言葉ありますか？ボンジュール、ありがとうございます。メルシー、メルシー、ありがとう、メルシー。知らん。今後今後 YouTube の挨拶、チャオトゥッティでイタリア語で言ってますけども、フランス語に変えていったりするんですか？いやそんな変えていいのかな。俺の柱だよね、あのチャオトゥッティは。そんな異国に国で俺ブレブレで挨拶変えてたらダメでしょ。じゃあチャオトゥッティ継続ということで。ボンジュール。チャオトゥッティ、チャオトゥッティ。はい。いや、フランスの国の印象は聞きましたけども、フランスリーグの印象は？フランスリーグの印象、まあ僕もね、あのチャンピオンズリーグとか、まあフランス代表とももちろんね戦ったりとかしてるけど、すごく身体能力めちゃめちゃ高いなっていう印象があります。身体能力もすごくあって、スピードあって、フィジカルも強いし、もうバチバチの1対1の勝負になるかなっていうイメージがありますね。楽しみな対戦相手、チームであり選手個人それぞれ1人ずつお願いします。1人ずつ、まあフランスといえばね、やっぱり今フランスの中で一番強いパリ・サンジェルマンでしょうね。パリ・サンジェルマン、僕もね、あのガラタサライでチャンピオンズリーグで戦ってボコボコにされてるんで、いやちょっとね、そのまあ悔しさとかね、そういったものはずっと残ってるから、また同じ舞台でね彼らと、まあ、戦えるっていうのも本当に嬉しいですよ。でまたチャンピオンズリーグもね、マルセイは出れるし、まあ、とにかく、まあ、ネイマール、エムバペ、まあね皆さん名前聞いたことあると思うんですけど、いや化け物だよ本当に。まあね、ネイマール、エンバペだけじゃなくて、ね、やっぱりサンジェルマンみんな本当に、ね、世界トップクラスなんだけど、いやすごいね、やっぱりネイマール、エンバペ、彼らで1対1をね、彼らと1対1やっぱり勝てないと
チームを負けてしまうからね、サイドからガンガンやられるとダメなんで、そういったところでは1対1をしっかりと勝てるように抑えられるように頑張りますよ。ありがとうございます。今 CL の話が出ましたけども、長友選手、まあ、今後 CL を戦ってきてますけども、長友選手にとって CL とはどういう大会ですか？まあ CL はやっぱり、まあ、やっぱ世界で一番レベルの高いリーグですよ。まあ、リーグというのか大会ですよね。これはまあ僕自身ワールドカップよりもレベルが高いと思ってまして、まあ、もちろんワールドカップも高いんですけど、やっぱりチャンピオンズリーグというのはチームがもう1年間、ね、ずっと同じ監督で練習をずっと積み重ねてもう出来上がったチーム、そして、ね、やっぱり国の最高レベルの選手たちが集まっている、まあ、チームで戦う大会なんで、まあ、世界ナンバーワンの大会でしょうね、間違いなく。そこにだから、まあ、ガルトサライの時に2年連続で出れて、またねフランスのこのマルセイユでもチャンピオンズリーグ出れるっていうのは、いや、たまんないですね。またあのアンセムを聞けるっていうのはね。そしてまあまあね、来月34になるけど、まあ、9月でね34になるけど、まあ、そういう自分をね、欲してくれたクラブと、監督とかね、やっぱりそこにも感謝したいですね。そこを、まあね、応援をいただいたっていうところで、ありがとうございます。今回、マルセイユということで、はい、日本代表で共に戦っている酒井選手と、初めて長友選手が海外のチームで日本人と同じチームになりますけど、どういう心境ですか？いやー、もうね、本当日本人選手と一緒にチームになるというのは初めてで、まあ実はね、もうマルセイユから話があるっていう、まあ、これもう1週間2週間前ぐらいからね、マルセイユの話が来たっていう時にもう広げに連絡して、まずマルセイユのね、あのイメージとか、どういうチームとか、国はどう、町はどうとか、いろいろ聞いたんだけど、本当広げもすごくポジティブでね、めちゃめちゃいい町で、めちゃいいクラブですよみたいな感じで、まあ言ってもらえたっていうのも一つのね、あの大きな決断するポイントだったし、うん、まあ僕はね、もちろんサッカーを戦いにね、サッカーをしに行くんですけど、まあ、家族もいるんで、家族にとってもね、しっかりとした生活ができるかっていうのもやっぱり大事なところなんで、そこはね、やっぱりひろきも向こう家族がいてすごくいいよって言ってくれたのはね、良かったなと思うね。あとまだね、これメディアに出てないんですよ。フランスのマルセイユが長友にオファーみたいなね。結構今までね、こういう移籍の時期って僕が知る前に出ちゃったりするのよ。なんかメディアで俺がここから興味持たれてんのって知るっていうみたいなのがすごく多かったんだけど、今回これまだね、俺もうあと 2、3日後に行くんだけどメディアに出てないんですよ。なんでね、ヒロキにも2週間ね前ぐらいにこう相談して言ってたけど、まあね、ヒロキはちゃんと信頼できるやつだなと、メディアにリークすることなく話すことなくね、ちゃんとなんていうの、それの秘密を守ってくれてた。サンキューヒロキ、君は信頼できるよ。ヒロキさん、もうヒロキさんですよ。もうだからもう前マルセイユであんなビッグクラブでね 4,5 年戦ってるヒロキ、やっぱすごいし、まあね、日本代の両サイドバックでね長いことこうやってやらせてもらってるから、まあそこでもそのマルセイユでもしっかりとチーム貢献できるようにお互いね切磋琢磨しながら頑張りたいなと思います。その長友選手、酒井選手、マルセイユ日本代表でその両翼をですね、こう、まあ、務めることをファンの皆さんはこう応援して期待していると思いますけども、新天地、まあ、その日本人選手がいるということで、また新しいリーグに挑戦しますけど、今の、まあ、不安だったりいろいろなものがあると思うんですよ。ガラタサライに行くときも、インテルに行くときも、チェゼナに行くときも、今のその不安がどれぐらい、もしくは楽しさの方が大きいのかとか、新しいシーズンに向けての今の心境、あとはこう思いを最後に一言お願いします。まあ
ていうことはないんだけど、まあもちろん楽しみな方がすごく大きくて、ただ不安、なんで不安になってるかっていうのは、まあ多少ね不安があるかっていうのは、まあ結構長いこと試合やってないんで、まあ、もちろんねトレーニングはチームねトレーニングもやったりとか、ちゃんと体はしっかりとね作ってますけど、90分の試合をね長い間やってないんで、まあ、しっかりとそこをコンディションをしっかりと作れるのかどうかっていうところと、うん、まあ作れるんですけど、まあそこに、まあ、多少の不安がある程度で、あとは楽しみのが大きいですね。まあでも落ち着いてますよ。もういろんなことを経験させてもらったんで、うん、まあ自分らしくね与えられた場所で環境でしっかりと花を咲かせられるように、もう本当に努力するだけだなっていう、何もね 今までと同じようにやることは変わらないんで、長友頑張りますよ。これから勝負で戦が始まりますから。でもこれ言ってないけどね、そう大学 2,3 年の時かな、大学選抜で実はマルセイユに遠征してるんですよ、フランスので。そこで、まあ、僕は大学選抜でマルセイユの、まあ、セカンドチームと、試合をしてね、マルセイユの練習場でですね、そこで僕すごいミドル決めたんですよ。もう自分でも自己満入るほどのミドルを決めたんですよ、これで。ちょっとまあ、これワンチャン、これマルセイからオファー来るんちゃうって、ワンチャンあるんちゃうって思うぐらい、まあすごいパフォーマンスとね、あのシュートを決めたんで、まあ、その思い出がすごくマルセイに残ってるんですよね、ずっと。でマルセイのスタジアムにも試合を見に行ったんですよ。で当時リベリとかね、ナスリとかすごく本当若くて、まあ、今でも本当に世界的なね選手だけど、その選手たちのね試合を見て、このスタジアムでこんな雰囲気の中でやりたいなって、サッカーやりたいなっていう風に本当夢を抱いたんですよ。でそう、こういうところでやりたいってね思ったそのチームですよ。だから大学 2,3 年ってことは、僕は20歳とか21とかの時ですよね。だから12年越しにね、僕の思いが、僕の夢が叶ったというのも過言ではないですよね。あの時こういうところでやりたいなって、ここでやりたいなって思ったんで、うん、オファー来ねえかなって思ったんですよ、本当に。いや12年越しにオファーが来ましたよ。これはちょっとね、僕も最初聞いた時鳥肌立ちましたね。初めてこう夢を抱いたっていうか、海外でね遠征して、あ、こういう場所やりたいっていう夢を抱いた、その場所、そのクラブからですよ。10年越しのオファー、いやー痺れますね。これはもう本当にしっかりとね、期待に応えて貢献して、やっぱりチームの力になりたいですよ、うん、だからあの時からずっとこのなんかこう繋がってたんだなっていう、なんか不思議な気持ちがしますね。まあ、またねちょっとね、あの時のビデオ残ってるか分かんないんですけど、僕試合、まあビデオ撮ってたのはね、あの大学選抜なんで、ちゃんとね、あの試合の振り返りとかをね、みんなでミーティングとかするんで、ビデオ撮ってたんですよ、あの時も。でね、そのビデオを僕見た覚えがあるんですよ。自分のシュート自己満入ってたんで、長友こんなシュート打てるんだっていう自己満入ってビデオを結構何回見た、イメージがずっと残ってるんで、ちょっと今ビデオ探します。みんなビデオ見つかったら楽しみにしててくださいっていう感じですね。長友さん、ありがとうございました。じゃあサッカーを楽しんで。そうですね、楽しんでいきますよ。まあ、まずね、またメディカルチェックとサインしっかりとしないと契約成立しないんで、しっかりとそこを通ってサインしておきます。行ってきます。いってらっしゃい。いい報告が聞けるようにみんな応援してます。はい、ありがとうございます。チャートティー頑張ります。
くね。Bye. Bye.